健康を持ち歩くほっぺのラジオ、ほぺラジ。はい、始まりました。ほぺラジ始まりました。今回はですね、なんとゲストに法律学者の中田もお呼びしてます。どうもこんにちは。こんにちは。実は今日ですね、中田マンリゾートっていう、中田リゾート、あ、中田リゾート、失礼しました、うん、中田リゾートっていう、あの中田マンがね作ってくれたスタジオって、スタジオじゃないですね、バーベキュースペース、まあそんな感じですね。そうですよね、はい、すごい広くて、ふーたーん、ふーたーん、ふーたーん、ちょっとね今日はあの一緒にワンちゃんのふーたんも出演してます。でね、なんとね中田マン料理も作ってくれたんですよね。はい。で今日は私ミスホッペ佐藤春菜とクリエイティブディレクターの木村博文さんと一緒に配信します。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ふーちゃんすごいですね。あ、こっちも、食べてくださいね。ありがとう。今日はすごいですよ。すごいですよね。もう撮ってるとは思ってないです。もう本当になんか美味しそう、てかもうすぐ私撮っちゃったんですけど、カプレーゼもなくなりましたね。焼きカプレーゼなんですけど ね。というわけでワインを飲みながらやってます。はい、はいはい、ワインを飲みながらやってます。こちらは、はい、まあそんなに高いワインじゃないですけど、シックスエイトナインっていうワインですね。はいはい、おしゃれですよね。はい、あの六本木とかのお店で飲むとこれ1万円なんですよ。はい、はい、本当ですか。はい、中田リゾートのは今プライスです。あ、プライスです、はい、はい、プライスです。はい、よかった、よかった。今日作ってくれた料理が、うんうん、ちょっと紹介いただいてもいいですか。ですね、もう皆さんが取っていったのはカプレーゼなんですけど、じゃがいもとトマトとモッツァレラと、まあ塩コショウしてですね、あとオリーブオイルやって、で25分ぐらいオーブンで焼いたっていうやつですね。これむちゃくちゃワインに合いそうですよね。合いますね。だからワインかなと、会長の方もワインですから、そうかなというのと、あとこちらもワインに合うというかですね、ワイン、鶏の赤ワイン煮込みなんですけど、コクオーバンって言って、少し、もう結構煮詰まってますけど、これも、赤ワインソースを玉ねぎと、ニンニクと、はい、それを、一回炒めて、赤ワインを一回煮詰めます。それでまたその後にチキンブイヨンと、お水を足して、お肉と一緒にずっとやって、最後に隠し味にチョコレートパウダー。チョコレートパウダー、そうですね。これが赤ワイン煮ではなくてちょっと、違う感じなので、また召し上げてみてください。いや、ちょっとこれ食べたことないんです、はい、すごい気になります。はい、そうですね、多少、多分でもほとんど分かんないぐらいですね。はい、しかもね、今ね、はい、下に中田というのが見えるんですね。これ、なんすかね、これ。実はですね、誕生日の時に、春菜さんからですね、はい、中田満亭というこう、やつをプレゼントしていただきまして、はい、そうなんですよ。ラーメン食ってくれて、僕、なんか中田商店というラーメン屋があるのかと思いきや、そうなんですよ。実は、はい、オリジナル、はい、オリジナルで作っていただきました。そうなんですよ。うん、これも食べてみてください。いただきます。ちょっとまずはね、焼きカプレーゼからいただきますね。うん、ちょっと芯残ってるかもしれない。うんうん、はい、これトマトと一緒に食べたい。はい、うん、あ、これちょっと塩加減がちょうどいいですね。そうですよね、うん、多分そんな感じで、あとはあのバジルが、うん、はい、持ってますので、はい、どうぞ。本当ワイン進みますね。はい、うん、ぜひこっちも、はい、うん、どうでしょう。うん、よかった、うん、よかった、すごいっすね。うん、うん、もう、うん、ごくだね、ふーちゃんも食べたいんだよね。はい、今日はね、編集点が多いですよ。うん、はい、黙る時もありますよね。うん、はい、しっかり食べながらやってます。そうですね、食べながらね、食べながらやってます。あ、僕もじゃあいただきましょう。いいですね、はい、もうこれですか。もう本当に進みますよね、これね。いいと思います。これはあの、ご発注です。ご発注、はい、クラッカーいっぱい頼まれた。あ、クラッカーじゃなくて、こっちの、パテの方はこれ、市販のもんなんですけど、そう、いらっしゃいました。
1個だと思って Amazon で買ったんですよ。で、ある程度値段が高いやつの方がいいかなと思った時に、4000円するのパテがあるのかなっていうふうに思ったので、あ、じゃあこれ注文しようと思ったら、まさかの12個届いた。ものすごい量が来たわけですね。ものすごい量が来たんです、ちょっと私も糖質制限とかしてるので、はい、ちょっとこれ、まあ、糖質はあんまないですけどね、レバーは、はい、こんな感じですね。それはしっかり食べきらなきゃいけないですね。そうですそうです、ね、食べきりましょう、はい、食べきりましょう。おいしい、うん、で今日は何を聞こうと思ってるんでしたっけ。いやちょっといろいろ聞きたいんですけど、ほいほい、中田マンはやっぱりこう法律関係の本当に相談乗っていただいたりとか、うんうん、そうです、あのまずね、はい、ちゃんとしたご自己紹介をしてないと思います。あ、そうですね。、はい、じゃあせっかくなんで、うん、あの中田さん自己紹介いただいてもいいですか。あ、わかりました。まあ、ただ、はい、まあ、法律学者といっても、まあ、うん、今日本司法学会っていうのがありまして、大学院時代にですね、うん、大学の教授の方の2名の推薦を得てっていうと、うん、学会に入るというのがあるんですね。そういう学会が入りましたけど、うん、まあ、今はあの普通に、民間企業のところのコンプライアンス師匠という形で仕事してます。はい、もちろんあのほっぺの方もいろいろお手伝いさせてもらってるっていう状況ですね。うん、ありがとうございます。はい、そんな中田さんですけど、はい、どうお呼びしたらいいかがあるんですか。僕の中田マンでっていう、あの、なんで中田マンっていうのになったかっていうと、あるんですよ、あるんですよ、由来を聞かないとですね。あの、一回フェイスブックの時に、何を上げていいか分かんないという状況があったんですよね。で、まあ、弁護士さんでもない、はい、まあ、一応法律学者とは言っても、何かと別に資格を持ってるわけじゃなくて、はい、博士課程を出たっていうふうなだけなんで、じゃあ弁護士さんとかもうなんか裁判になるようなことじゃなくて、日常のものが法律的にどうなるんだっていうことをあのやるようにしたんですよ。で、A と B っていう登場人物が出て、そこに中田マンっていうのが登場するという、そういうものを書いてたんですよ。なるほど。中田さん漫画ありましたね。中田マン漫画。中田マン漫画はあの会社の方で、あの私の所属する会社の方で、まあ月に1回ぐらいですね、それを外に向けて漫画にしてもらって、うち の、あの担当者があの漫画を描いてるので、その僕のことをキャラクターを、あれなんですよ、鳥山明風に描いてるんですよ、僕の。おしゃれじゃないですか。おしゃれですよね。でもこれみんな言うんですよ。でな、あのタイトルが、こち亀じゃなくて、なんか、なんだあそこ、僕のとこどこだっけ、うん、あ、江東区かな、こっちの江東区みたいな感じで、そういうので書いてるんですね。ただこれって、もしかしたら著作権法とかに違反するんじゃないか。ああ、やっぱそこやっぱり鳥山明風っていうのはどうなのかっていう、本当に鳥山明さんが描いたみたいなキャラクターをやってるんですよ。これのり巻きせんべいだったりあられちゃんを描いてしまうと、下手くそでも著作権法違反になっちゃうんですよ。特定できるから、でもそっくりだっていうのは別に風っていうのはいくらでも描いていいんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。なるほど。だからそういうふうなところですね、著作権法のちょっと隙間を、あの言ってですね、みんなに読んでいただくようにっていうところでやってます。あ、そうなんですね。そうそうそう。じゃあ本当にこう著作権とかもちゃんと丁寧に確認した上で出してる漫画なんですね。怒られちゃう。さすがです。そうか、中田マンはだからすごいですよ、スパイダーマン実在しないですけど中田マン実在してますからね。そうですね、はい、変身はしません、はい、変身できないですか。変身できないです、ただデブってくだけです。それも一応変身、それも変身ですね、今ちょうど減量、中なんですけどね。じゃあ今変身過程なわけです、変身過程で3週間で8キロほど落としました。すごい、それも変身近いんじゃないですか。3週間で8キロですよね、変身、はい、変身って言ってからが時間がかかるっていうのがありますけど、でもすごいですね、そうやってじゃあ、あの法律家であり、なんて言うんでしょう、キャラクターでもある、キャラクターでもあるっていうのなんですかね、ちょっとおこがましいですけど、いやすごいと思いますよ。すごいですよね。中田マンって、まあね、やっぱお仕事の時はもうすごくこうかっこよく、いろんなこう法律のことを教えてくださったり、で、それはもう今減量してますもんね。でも8キロ8キロ落ちてます。8キロすごい、8キロすごいですよ、ね、あの初めて100キロ超えたんですよ、生まれて初めて、はいはい、100キロはちょっとやばいなと。なるほど。100キロって、まあ、場合によっては表示の仕方が変わるじゃないですか。あ、そうですね、確かに確かに。キロじゃなくてトンになってくる、0.1 トンって言われるのはちょっと嫌だなっていうのが、確かに確かに、はい、確かに、はい、それでちょっとすぐに、はい、キロに
戻そうと戻そうという形ですね、はい、ちょっと減量いたしました。なるほど、じゃあ中田マン必殺技使ったわけですね。必殺技使いました必殺技は全肉落とし、全肉落とし、素晴らしい。どうやって減量したんですか？とりあえず、はい、今にですね、バイク別にビーンって言ったらそれ何の減量にはなりませんけど、漕ぐやつがありました、はいはい、フィットネスバイクですね、うんうんうん、はい、フィットネスバイクをとりあえず、今月の8日から20分以上漕ぐということをやりまして、あとまあ50代なんで私は、うんうんうん、まあ、2300キロ、はい、以下の摂取カロリーにしないということをしないとというのがあって、それを抑えるようにしました。ただ酒を飲むとですね、すぐ4000とか行くんですよ、うん、ただちょっと思いました。お酒もダメだとか言ってるんですけど、お酒飲んでてもやっぱ少しは処理されるんでしょうね。うん、いやちょっと一応痩せるなっていうのが思ったところですね。なんか完全にこれもあれダメみたいなのが増えるとちょっとストレスになっちゃいますよね。確かにその通りその通り。でもそんな中田さんにいろいろ聞きたいことがあるんです ね何聞いちゃいましたかね。いやもうそういうの前もって言っといてもらっていいですか？はい、はい、言わないのが楽しいかなあ、そうですか、わかりました。もう自然な反応ね。そうだな。でもまあお料理もすごく美味しいし、うん、いやでも中田は結構ね、いろいろね面白い話持ってるんですよね。中田さんやっぱりお仕事普段、うん、やっぱりこうどちらかというとちょっと固めというか、うん、ね、そうですね、はい、やっぱりこうきちっとしたお仕事されてるんですけど、実は、うん、芸人デビューとか、はいはいはい、ね、ですか、実はね、うん、いやまあ、芸人デビューっていうわけじゃないですけど、皆さんご存知ですかね、昔ボケブラに出た三木哲也さんという三木三木三木っていう彼と非常にちょっと仲良くてですね、彼が配信してるものに今ちょっと出てないけど、ふーちゃん、ふーちゃんすごいな、ふーちゃんすごいですね。ふーちゃんなんかね、もうこの芝生が気持ちよくてね、ぴょんぴょこぴょんぴょこして走り回ってますね。あ、じゃあ芸人デビューはしてるんですね。いや、うん、してるわけではないですけど、うん、要はその方も、うん、吉本の矢沢永吉さんっていうふうに言われて、はい、矢沢永吉さんのモノマネをするので、私の方も、少しモノマネをしながらフリートークをするみたいなことはたまにやってます。すごいじゃないですか、フリートークできるんですね。すごいですよ、フリートークができるんですよ、はい、そうですよね、それはパーソナリティ決まりましたよ。あ、じゃあちょっと今後出てもらいましょうかね。中田さんにね、中田もあれですよね、前みかんさん、うんうん、キサラ出たって言ってましたよね、はいはい、キサラの方にもちょっと、出させていただきまして、うん、キサラはモノマネですよね。モノマネです。モノマネの、新人とかの登竜門って言われて、そうですね、例えば、うん、まあ名前出しませんけど、うん、結構有名な、はい、方たちも落ちるんですよ、うんうん、はい、落ちるんですけど、うん、その時に、はい、たまたまみかんさんが、松島直美さんのモノマネをするっていう形ですね、うん、出てきた時に僕が客でいるという話をみかんさんの方にお伝えしとったら、うん、もう LINE でですね、呼ぶかんねっていうはいはいはい、はい、先にね、はい、仕込みのようにね、仕込みのようになんですけど、はいはい、ついて、見てる最中に呼ぶかんねっていう、うん、ことが来まして、はい、で、みかんさんの方がこう登場して、うん、で、キラキラアフロって、はい、まあ、今はやってるのかな、うん、鶴瓶さんとの番組が あるじゃないですか、うん、それのモノマネとして出てきた時に、うん、その音楽が鳴るんですよ、うん、鶴瓶師匠の、そうなんですよ、でみかんちゃんの方が、はいはい、あな、この間なとかいう形で、はいはい、松島さんのモノマネをする時、はい、なんでな、なんでこんなとこ俺呼ばれなあかんねんっていう鶴瓶さんのモノマネでっていうところで入るっていう、めっちゃ京都弁入ってましたね。お、そう、はい、そうですね、はいはいはい、中田も京都の人ですもんね。京都までなんですよ。京都までですか、はい、あ、だからですね、だから、もう完全な関東弁じゃないですか、はい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 、だけど京都弁は一応喋れるっていう、うん、ね、今のすごい綺麗な京都弁ですよね。そうですか、京都弁が何なのかはちょっと、全然違うんですよ。父が父が神戸で、母親が京都なんですね。だから家の中だと混ざった関西弁だったので、僕は何の関西弁だか分かんないっていう状況で暮らしてました。はい、まさにあれですね、大阪と京都の京阪弁ですね、うん、そうです ね、はい、ね、
今日ふーちゃんが吠えてます。ふーちゃんいつも静かなんですけど、なんか、ねうん、ワンちゃん遠くにいるみたいで、でもやっぱりこうね、うん、外にいてるっていう感じをそのままフリーになったら、それはなんか自由な気持ちになりますよね。そうですね、はい、気持ちはいろいろ聞けたらなと思ってるんですよね、はいはいはい、あのしかも京都弁でこのお答えいただけるとめっちゃいいかなと言って。わかりました。京都弁かどうかわかんないけど、なんか偽物の関西弁と言われますけども、はいはいはい、偽物でも大丈夫、はい、偽物で大丈夫です、はいね、でもちょっと真面目な話も聞いた方がいいんじゃないかなっていうのはありますね、うんうんはい、そうですね、うんまあ、ちょっとやっぱり中田さんね、法律のいろんなこうもう本当になんていうこの中に、この中って中田さんの中に本が入ってるんじゃないかってぐらい、どの質問をしても全部答えてくださいね、うん、いやありがとうございます。そんなことないですけどね、うん、そうなんですか、はいはいはい、やっぱ最近 AI が発展してますので、うん、やっぱチップを頭に埋め込むってことが最近できるようになってるんですよ、はい、ですがそれで引き出してるだけですね。あそうなんですね。嘘ですよ。えそうなんですいやちょっと中田さんとか今ねキャラクターがね鳥海明先生からターミネーターに変わってますから私ねちょっとね人のね僕をね気づかないっていうね悪い癖があってね、ちょっとみんなにねほらほらちょっと今ボケたよってよく言われるんです多分ね、あれですよ、中田マンは次の世代ってるんできっとね、マトリックス的な、はい、別空間ですよね、なんか、まあ、弾丸も避けるみたいな。避けれますよね、きっとね。避けれます、避けれます、ちょっと私、中田マンが話してた内容、すごい面白いなと思ったのが、ほいほい、これからの時代はその AI にやっぱりどうしても変わってくる仕事が増えてくるけど、うんうん、その中でAI を使いこなす人がすごく重要になってくるっていう、そうですね、お話されてますよね。ものすごく思います。うんうん、例えば、はい、多分 AI の方でやっていったら、うん、例えばいろんな、契約書を見るっていうシステムとかも AI が見てくれるっていうの出てます、うん、私の会社の方でも使ってはいるんですけど、うん、ただそうすると法律の勉強をしなくなるかどうかっていうことを僕も考えたりしたんですよ、うん、でところがあれこれもしかしたら誰も素人でも契約書を見るということは AI に任せていけるかもしれない、うん、ただこれがうちの会社、うん、自分の会社にとっていいものなんだろうかっていう判断がつかないんですよ、うんうん、だからある一定のレベルの契約書のチェックはできるかもしれないけども、うん、それを判断する能力を持つことができるか、うん、でもそれを法律をですね例えば弁護士さんとかなるっていう時にある程度のお金稼げるんじゃないかっていうことはあるかもしれない、うんうん、ところがそれもないんだったら勉強したくないですよね。でそうすると判断する人がいなくなるっていう、うん、ただ AI が今度はこういう会社なんだって言って判断するようになる、うん、そしたら誰も勉強しなくなる、うん、だからしばらくの過渡期はその判断する能力がある人っていうのが稀有な存在になるんではなかろうかっていうのは思いますね、うん、ああそうなんですね、うんまあ、そのやっぱりねこう AI が入ってるシステム使って業務していくと便利だなっていう反面、うんうんうん、やっぱり使いこなさなきゃいけなかったりこの内容って本当に法律的に問題ないのかなとか、うん そうですね、そこのこう判断してくださる人っていうのは必要なんですよね。だから AI の方ではちゃんと書いてくれるんですよ、うん、これは飼い主にとって売り主にとってとか、うん、それについて、こちらの方が有利ですよっていう、うん、書かれるんですけど、うん、文章の中身がやっぱり契約書ってちょっと難しい文言っていうのがあったりするので、うんうん、本当にこれが合ってんのかっていうのが非常に分かりづらいっていうのはありますね、うんうん、あー工程をやって打ち消してまた工程みたいな言葉があったりすると、何言ってんだこいつっていう話になってきたりする人は、多いので、それはなかなか難しいんじゃないですかね。そうですよね。なかなかそのここをこう修正した方がいいですよって書いてある文章もまずやっぱり理解しなきゃいけなくて、うんうん、そうなんですよね。そうなんですよね、うん、そこがやっぱりね専門の方がいらっしゃらないと厳しいかなと思ってるんですよね、うん、ただ専門になるようになるでしょうかっていうのはあったりしません、うん例えばですよ、はい、今やっぱり原発の問題とかあったじゃないですか、うんうん、原発の問題があったら、うん今東大とかも原子力を研究する人がいなくなっちゃったとかそうすると今度どうしますっていう話もあるじゃないですか、うんうん、だからいらないなと思ったら勉強する人は、うん、減ると思うんですよね。あなるほど、うん、なんか俺鶴瓶の話から急にこういう話になってましたね真面目さがこのゆっくり切り替わるっていう中玉に切り替わる、ねうん、中玉に切り替わる、うん、それで、はい、もうすごいですよ。いやありがとうございます。このスイッチのね切り替わりがすごいですよね、いや怖くなったんですよ、はいはい、なんで何が怖くなったんですか。なんか怖くなったんですよこのままでいいんだろうか大丈夫です大丈夫です、はい、でもやっぱり AI をうまく使わないとダメだということですよね。そうですね。ね、戻すんですね。はい、あ戻します、はい。戻します。はいはい、一応僕脱線を持って戻すよ。はい。いただいてるんで。はい。はい。あでも どうですか。
結構やっぱりこうね、ラジオ聞いてる人とかもそうなんですけど、はい、今 AI とかもいろいろね仕事の中に入ってきたりしますけど、法律の分野は今のねお話だったんですけど、どうですかその、一般分野、はい、例えば薬局だとかね、これは健康のあれだったりするんですけど、そういうところだったりするとまたやっぱり使い方ってこうどうですか、法務的に見るとやっぱいろいろ出てきますか。どうなんですかね、ただもちろんあの法律っていろいろありまして、解釈じゃないと、何も立ち行かない法律っていうのはありますし、それに対して、個別に文章通りに考えていったらいいですよ。例えば規制とかありますよね。規制とかっていうのは、そのまま文章通りに、行政との対応もやっていったらいいんですけど、解釈が必要、要は争い事になるものについてっていうのはまた別個になる。だから形式論のところでの法律改正のところでいったら、それはものすごくあの重宝するでしょうけど、っていうことはあるんじゃないですかね。なるほどね。だからどう取り入れていくかすごい難しいですよね。難しいですね。はい、だから一回最初にその導入する段階で、そういう専門家の人にこういうふうなところ、ここだけ気をつけてくださいとか、そういうアプローチのことをするっていうのが、一つやり方なんじゃないかなと思いますね。そうですよね、なんかこれからそういう相談も来そう、増えそうですよね。そうですね、確かに。あ、ハモった。どういうふうに使えばいいかとかね。あの今日はあれです、みんなあの食べながらなので、誰かが食べるとそれをフォローするように喋る、はい、いやちょっと、いつ食べちゃおうかななんて思ってました。ワインを注ぐと、はい、で今注いでもらってるんで、その間中田さんには話させないっていうのが、これが我々のルールに、なってるっていうね、やつだったりするんで。でも あれですね、 どうですかやっぱり、とはいえやっぱり法律の専門家って必要そうですよね。なんかね、AI で全部済んじゃうんだっていうね、チャット GPT なんかそうですけれど、それで調べて終わっちゃうとかっていうのは、なんか厳しい感じしますよね。そうですよね、やっぱり、木村さんもおっしゃるように、ここちょっと法律の話ってやっぱ人間が絡んでくる話じゃないですか。そうするとちょっとこう気持ちの部分を寄り添って伝えてほしいこと、判断してほしいことがあると思うんで、ただ淡々と進めればみんなが納得できるかっていうとちょっと違うと思うんですよね。そうなんですよ。だからやっぱりね、その辺のところをうまく使っていくって、これだからこういうところで勉強会とかやってもいいかもしれないですよね。ああ、それもいいですね。あ、いいですよ、全然。ね、でも本当に、そうですね。どうやって使っていいかっていうのが本当に、分かんない。でも、やっぱりその、AI のものを導入する営業マンの方っていうふうなのも、そのニーズっていうのにしっかりと応えてるかっていうのは、そうでもないっていうのはちょっと若干あるんですよ。そうですよね。よく分かってるね。分かってないようなね、ところもあったりしますもんね。これはなんかいろいろシリーズで聞いてたらどうですか。そうですね、はい、僕は今悩んでるのは、中田先生に聞くべきか中田マンに聞くべきかを教えて中田マンっていう、ね、ね、だからそういうこともいろいろ言わはる方っておらいらっしゃいますけど、これどういうあの流れでお付き合い、はい、僕もどこで突っ込めばいいのか、締めはやっぱ鶴瓶さん、鶴瓶師匠がね、だったらあんたさ、そういうこと言うのってさ、あ、マツコです。急にあの50名になってますね。大丈夫ですか、ちょっと今日のラジオ楽しんで。いや、楽しいです。本当に僕は必死ですよ、喋るの。いや、でもすごい中田マン、こうおしゃべり。まあ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 、ただこうマイクをね持ちながらっていうことってなかなかないじゃないですか、カラオケ以外。そうですね。ちょっと一曲歌いたくなりますよね。いやいや、どうぞよろしくお願いします。大丈夫、はい、今度歌います。はい、今度。はい。じゃああれですかね、もう今日結構ね、いろいろお話をお伺いしましたけど、あっという間にね、時間になっちゃったね。時間になっちゃいましたね。もう聞こうと思ったこと一つも聞いてない感じがする。なんかもう美味しいねとか、なんか楽しいねみたいなね、ちょっとふわふわしちゃいましたけど。でもせっかくなんでね、ちょっとまた次回も、そうですね、ちょっといくつかね聞きたいことあるんで、そうですね、ちょっと次回はもう教えて中田マンコーナーでいきましょうか。そうしましょう。わかりました。本当にそうですね、固い法律じゃなくて日常生活のところで裁判にはならないようなことをお答えする方が面白いかなと思います。そうです、そうです。あ、確かに日常生活のこれどうしたらいいっていうのすごい教えてほしいです。簡単なやつで言いますよ。教えてください。例えばスーパーとかで袋のやつをガラ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 いっぱい持ち帰る人いるじゃないですか。いますね。あれは範囲内、要は何品か自分で買ったものがあって、その範囲内だったらいいですけど、それ以上取ると窃盗罪になります。あ、窃盗罪になっちゃうんですか。なっちゃいます。あら、刑事じゃないですか。前科ついちゃう。そうそう。ただ要はあのビニール袋をガーっていっぱい出して、あのスーパーで生物とかね入れるためのね、
ショッピングした後に、うん、こういろいろこう詰める袋の、うん、あれたくさん持ってると窃盗罪になる。そうです、必要以上に持ってっちゃうっていうなると、うん、窃盗罪になっちゃうっていうことなので、うん、だからやっぱり注意をしなきゃいけない時があるじゃないですか、うん、いいじゃないのって言って、うんうん、おばちゃん言うじゃないですか。おばちゃんかどうか知らないですけど、でもそれに対して、はい、いやこれはこれ以上を持って帰るってなると、うん、ちょっと窃盗罪になる。まあもちろん何枚というあれはないですよ、うん、あまりにも大量にっていうと。なるほど。そしたらちょっと日常の生活で、うん、教えて中田マンコーナー次回減りましょうか。そうやりましょう。はい、じゃあね、ちょっとまだまだお話ししたいんですけど、お時間があっという間に過ぎてしまったんで、今日はこの辺にいたしましょうか。はい、はい、どうもありがとうございます。今回のゲストは法律学者の中田マンでした。はい、皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。お薬手帳アプリほっぺ。お薬手帳をスマホで持ち歩きませんか？薬の待ち時間も少なく安心、なくさない、忘れない。アプリから簡単に薬剤師に健康相談。ぜひアプリをダウンロードしてくださいね。私は健康を持ち歩く。スマホで使える無料のお薬手帳アプリほっぺ。